5時開演だと。でもね、めっちゃ急いで帰ってきましたから、それ。いや、わかるでしょ。めっちゃ急いだの。帰ってきて。じゃあ、だってすぐ。すごくよかった。ありがとうございます。お疲れ。アルタンさん、ありがとうございます。嬉しすぎて泣いちゃった。みんな泣いちゃうの？K さん、ハート100個ありがとうございます。猫キャットさんもハート100個ありがとうございます。マジの初見です。って本当の初見だ。はじめまして。バイトで頑張ったね。ああ、ありがとうございます。新衣装、そう、新衣装なんですよ。若野もカメラ目線でミークできるなんて感動さそう。私昔からできたよ。昔から。わ、誰と勘違いしてるの？うわ、別の女がいるのか。別の女しかいないわ。最近こういうのってよく見てます。ありがとうございます。 MC が増えてよかった。そう、 MC がね、前半後半であって、でもすごい初めてだったんですよ。何もないところの MC はくるくるパワーしかなくて、私くるくるパワー2回しか出たことなくて、全然したことがなかったんですけど、もうすごい緊張しました。なんか話しても話しても、私たちからするともう、もういいよねみたいな、なんか本当に。でも全然長さが普通の長さだったんですけど、私たちがなんだろうね、うまくもっと話していけるようになんなきゃなって思いましたね。猫キャットさん、誰も100個ありがとうございます。レオくん、またさん、ハート100個ありがとうございます。最近すごく来てます。嬉しい、ありがとうございます。早く生で見たい。私もみんなに見てほしい。なんかね、やっぱりダンスの先生に言われたんだけど、みたいのを、熱気みたいのをこう画面越しだとあんまり感じられにくい。迫力ってやっぱすごいので、だからなんかこの画面の向こうでも生で見てって言われたんですけど、やっぱりなんだろう、そのきっとその場にいるのと画面越しではまあさすがにこう伝わりにくくなっちゃうだろうなって思って、でも定点で見てる人ってすごいいないと思うんです、あんまり。だから全員なんていうのかな、劇場はところ見れるっていうか、そういうことが難しいなって思いましたね。やっぱ来るといいなっていう。クルタの自己紹介の時の背後のお金は可愛かった。私ボケボケしててもなと思ってふざけた。鼻散れの声がめっちゃ聞こえた。本当に恥ずかしいわ。劇場にいたら確実に泣いてたから配信でよかった。うわ、絶対。いや、でもね、みんなも泣いちゃったと思う。なんかなんだろう、あれはね、あーと思って泣いちゃったんだけど、なんだろうな、ギリギリマジでトモヤで泣きそうになった時に、あー今日やばい、絶対泣いちゃうと思って、でも本当にすごい忘れよう忘れよう、涙ってなんだろう、そんなの頑張ってこらえましたね。コントロールしました。頑張って、するの。今日は今日すっごいドタバタだったんですよ。いろいろなんか名前を呼んでいくんですけど、ご期待の変電って、それをカットして、もう近くにいたからいぶきに、あ、じゃあいぶき今日やってって言いましたけど、あったのかもしれない、今日いぶきで確か。だから日替わりですね。ご期待はキャプテンみたいなのがないんですよ。なんかそういうのをというか、いろいろと 何かがあった時とかに全部よくないよねってなって、だからないので日替わりですね。 100% 絶対ないという、あと自分の時とはるちゃんの時泣いてない、3回泣いてない気がする。トニーカイさん、かわいい、ありがとうございます。
ちゃうの、そこ本当に嫌なの。泣いてる顔見られたくないじゃないですか。自分であそこでめっちゃさいいこと言ったなって思ったら、アリがさありえないぐらい、と思ってそんないいこと言わないでよと思って。ニコキャットさんバラありがとうございます。郡山頑張って、のくす玉ありがとうございます。頑張る、ね、見たいのよ。知らんかな、そんな。そう、あ、リノだっけ、リナかな、うん、リノかな、なんかあの リノもかな、リノやってたかな、あの後ろでやってましたよ、こうやって一緒にやらないけどね。っていうかね、私に言ってもダメだよ、そういうのマネージャーさんに直接言わないと。絶対言う機会はないけど、書いてみたら、ツイッターとか。大丈夫大丈夫。なんでみんなそんな骨骨好きなのか、私はちょっと理解、このユニットにあの固執することある、みんなが。お疲れ、ありがとうございます。でもね、マリアの衣装が私的にはすごいタイプで、前の衣装すごい可愛くてって感じだったじゃないですか。統一感があるタイプになりましたね。写真撮った、私そういや。あとマネージャーさんからも送ってもらったので、ありがとうございます。恥ずかしがってるお城の姿が見たいんだよ、そんなの知るか、やば。結構趣味は、私的に思うのがさ、多分それをリアルでこうこと言ったら、多分言わないと思うんですよ、みんな普通の女の子に好きとか言わないじゃないですか、きっと。それを言えるのってすごいなと思う、なんか。言わないよ、普通そういうの。本人にツイッターにお願いします、メール待ってる。いや、こんな意見がじゃないからだけど、ワイワイ言える、すげえ、超強い。多分嫌われるか、言わない方がいいよ。チョコください、なんで、やばいね、意外、そうなんだ、みんな言えるんだね。まあいいや、別に私には言われないし。あ、15分経った、みんな今日もカワチ本当か、アホゲすごいな、バレンタイン。あ、そういえばまあいいか、なんでいつもオンライン行くんで、あ、よろしくお願いします。ほら、これが普通の反応だよ。ほらほら、くるくるパーの体調もう一度見たいかな。あ、私に言われてもなんですよ、本当に。それユニットって決まってるわけじゃないから、私に言われてもなって感じ。やれやれみたいな HKT って。あ、そこに。あれだけだよ、そういうこと言っても。好かれたくない、嫌われたいの、みんなは。ガサスね、
MC の感じが好きでした。後半クルタンとワカニャンとピノのマリはなんですけど、私たちも何人だよって押すときになんか100してた。裏でね。でもその時はくるみがいなくてニナと私で話したんだけど、くるみがめっちゃ元気に「はい!」って言ってあげてて、うわーありがてえと思って。お見送りの並び順が新鮮だった。ほんとだ、そうだね。でも何も振らなかったからいいのかな、なのかな。卒業式の前に MC してほしい。どうなるかな、どうだろうね、わからないね。に行ってもぜひご意見箱が来たいでしたよ。お、じゃあいつか他にがニヤニヤして困ってると思って他にも多分衣装が変わったことを話すつもりで元気に手を挙げたんですかね。すごい、私的にはそのみやびがお休みしてた、ん、みやびがお休みしたあたりからちょうどそのノーパラはやってなかったわけなんですけど、最後が3月の末でみやびが4月からだったから、みやびに会ってないなっていう時期とノーパラがお休みになった時期が大体一緒で、で帰ってきたタイミングがあれでしょ、でそこから今までの間も、まあ、一緒にね公演の練習をするってこともなくて、一緒に踊ったのがそもそもこのノーパラのリハが初めてだったんですけど、復帰後の。でもすごいね、最初みんなでなんかどんな感じになったのかなって、あの子なりにあの子はゾレッスンみたいなのなんかしてたのかしてなかったのかなんかしてたような気がしたんですけど、だからどんな感じがだったかなみたいな、どういう風だったかなって思ってて、まあなんていうかさすがにブランクとかもあるし大丈夫かなってちょっと心配ではあったんですけど、でも本当にすごいダンスが上手になってて、みやびもこう自信、今まではあんま自信ないなっていう感じだったけど、今はちゃんとすごいここできるみたいなところがすごい増えてて、なんかああ成長したなって、なんか上から目じゃなっちゃうけど、なんかああみんな頑張ってたんだなっていうのを改めて感じて、なんだろう、いつもはオレンジ公園などかくるみとしか一緒に踊らないから基本的にはあんま思わなかったけど、みんなのやつを見てて、あみんなそれぞれがやってたんだなこの1年間くらいの間っていうのを改めて感じて、なんだろう、なんかちょっとね感動しましたね。だからそのそれぞれの成長してきた部分みたいのが活かせる声になるといいなって思います。これからマリの時誰かの調子が良かったわかにゃん、いや知らんなそれはちょっとわからんな、後で確認してみてください。マリの声で間近で先輩のパフォー見ておのおの成長した感があった。そうだね、確かに。あとはイメトレとかも多分結構何も公演できなかった時期とか、いろんな方のライブとかそれぞれ私は見てたので、多分みんなも見てたと思うので、そういうのもあるのかもしれない。衣装全体的に回復ごやすなったよね、生地が厚くなってね。生地なんかわかるか画面越しで生地わかるすごい衣装のプロの方かなノープラ再開は僕たちいつ頃来たの、それは秘密にしとくわそれは私を秘密にしときます。マリアみんな表情最高だったよ、ありがとうございます。なんかみんなで話したのは、マリアいつかもうね昇格してから、もうちょっと大人だってみんなが
あのツインテールのお人形さんみたいなツインテールに真っ黒の爪に、そのなんかすごいお人形さんというタイプのマリアをいつか3人でやりたいねって話しました。なんか今が人間としてのマリアなんですよ。なんていうの、歌ってるのは人間っていう感じ、普通に表情もあるし気持ちもあるっていうタイプのマリアなんですけど、今はそうじゃなくて、こう今の衣装ってお人形さんっぽいなと思ったので、お人形さんのあの感じ、お人、私たち人形なんですっていう体でマリアやってみたいねって話したの、みんなで。だからいつかやってみたいなって思ってる。ノミオのジャケット、いや全部変わりましたよ、全部変わりました。ちゃんと見てますか、うん。その髪型にそうとして後半曲のスカーフつけれる、頑張ればつくんじゃない頑張ればつくんじゃないかな。前の衣装残ってんの、わかんない私たち管理してる人じゃないからわからないけど、無茶な MV、 あそこまでではないかな。あれは多分あのお化粧をしたら他の曲が絶対合わなくなっちゃうから、あそこまでではないけどね。アンコールの靴ひもの色が変わってなくて安心した、そこを安心した人は多分世界で一人だけだと思うきっと世界に一人だけだよそのとこ安心するかな。普通ナイキのフィギュア人形っぽい、まあフィギュアですからね。久しぶりにクリスマスかのシアターパレットやはり良かった。そうか、ガラッと変わりますからね、テンション感とかもすごい。でもなんかまた次いつなのか分かんないけど、次もやりたいなって楽しみだなって思った。今日も一日お疲れ様、ありがとうございます。花散れからゲイセカンドメドレーのカメラワークめっちゃ高かった。そう、カメラマンさんがねこうハンディにしてくださるんですよ、配信限定の時は。だから臨場感がねあるのかなと思いますそう頑張ったよ、シンデレラめっちゃ拍手した、みんなで話したなんかの時に、あの楽屋で私が拍手したのなんかの時にね、めっちゃすごいみたいな感じで、そしたら誰かがいやシンデレラのイントロかいみたいな感じで突っ込んできてそう静かだったよイントロ。小妻さんライフハートありがとうございます。大谷さんかわいい、ありがとうございます。やったね、メラノオカナ見てると肩関節柔らかいよね。あ、そうですかありがとうございます、すんごい迫力あった、やったね。花散れのオートロのマイクを通せない声が好き、劇場で溢れる、あれ聞こえたかな今日。ノーナイプラです、カイちゃんが、あー2番って言ってた、なにそれすごい可愛いんだけど、本当に私も次言おうかな。でも私あそこめちゃめちゃ暖かなんかしてんだよね隣の前だから。ビーワップ団長さんライフハートありがとうございます。久々にアンベレラ聞いた、これが好きな大きさなんよって気持ちになりました。やったね、聞こえた今日やったね、すごいみんな頑張った、そこも大きい声出したんだよ。でもさ、ここのテンションでさ、もう一回ここのおいってマイク通して言うとさ、めっちゃ声でかくてそう面白かった。ちょっと美咲椿さんハート100個ありがとうございます。そう、あとね、新あのパイレーツで花道に行ったんですけど、リハーサルでね、その花道でまあ今はいないけどお客さんのこと煽るじゃないですか、へいへいへいとかで、でパッて前見たら社長さんが座っててめっちゃ気まずくてあー気まずいって思った。なんかリハでなんかスタッフの方とかと目合うとめっちゃ気まずいんですよ、マネージャーさんとかと目合っちゃうとあっって思ってあー汗汗汗汗ってしちゃうのほんとめっちゃ気まずかった本当にさ、
恥ずかしいんだよね、目合っちゃうと、あってなっちゃうの。そう、シアターパイの時花道だからカメラも近いってなった。そう、あそこも行ったの。なんだっけ、草原でも行ったよ、マリアでも行ったし。ロコにカメラ見るの上手くない？本当に、私本当にロコのカメラかわかんない。クルミはめちゃめちゃ上手いなって思う。オレンジ見てて、うわクルミうまーってなる。あとリミカも上手い。てかね、あの二人はマジで逆、カメラの人、カメラなったから見るんじゃなくて、もう逆にもうカメラマンさんに圧かけて、はい私、はいあなたのこと見てますよってしてる、ずっと。そこら辺の人、私もでも割とそっち派だな。カメラをめちゃめちゃ見て、もうあの目で訴えてる、早く今見てるからカメラ映してってめっちゃしてる。カメラが呼ばれる、もう本当にだからもうめちゃめちゃずっとカメラ見てるのあそこら辺の人たちはそう、あ映ったとかじゃなくて、もうはいはいはい待ってます、映れます、映れますよ、私準備 OK でーすってずっとしてる。それにしては今日ウィンクめっちゃ仲良かった。だってもう待ってるもん、来た来たよしって待ってやってた。今日リノちゃんウィンクかなり良かったよ。なんで突然リノの話なの抜かれたタイミングで目線くる子もいるから違いがあって面白い。そう、ファンがいないが逆にカメラ目線いけるよ。でもやっぱカメラ目線しすぎるとこうあんまね、公演感っていうのがなくなっちゃうっていうか、私は結構なんだろう、踊ってるところも見てほしくて、ずっとさ目当てたら気まずくない？気まずいっていうか、なんかみんなもさあれだし、だからでもここはカメラがいいなっていうのと、ここを踊りたいなっていうのがある、私はね。だからそうだね、あとあんまカメラ見ない曲は見ないかな、私は全然。ほんとこうなって人によると思う。5期生13人、13人いたら13パターンあるねきっと。ハートだ、ウィンク受けすぎためっちゃウィンクした今日。なんかノーパラはウィンクしやすい曲が多い。でも私的にはなんかバージンラブ、シンデレラ、そこら辺のやつをなんかもっと頑張りたいなって感じ。メスしたいポイントで赤ランプ光ったらよしって感じ、うん、マジでそんな感じ。なんか今日そうずっとね、リハまでは草原の時にあのフリーの時、じゃあ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 の時にみやびと二人でずっとカメラによしってしてたんだけど、本番はねもうそんなテンションじゃなかったねレオくんもとさん、ハートありがとうございます。よしぼうさん、だるまありがとうございます。例えばカメラが全体を映した時どこ見てるの？私は前前見てる。前かなんだろうな、いる設定でやってる。私結構あのもういないだけど、みんなはでもいる設定でやってる。だからこの時はこのなんか変だけど、この人見るって、ここのここら辺の人を見るっていうのは、なんか私大体いつも考えてて、視線ね。だからその時に考えて決めるんですよ、いつも。人がいたら、あじゃあこの人にしようみたいな。それを同じことをしてる。だからなんだろう、椅子見てる、ずっとここに座るであろう人を見てますね基本的に新しいうちわ作って早くお披露目したい。お待ってますよ。タモちゃんさん、服ありがとうございます。猫キャットさん、かわいいありがとうございます。タモちゃんさん、かわいいありがとうございます。あここもいない、ここもいないみたいになりそう。いやもう本当にいる設定で架空の人物作ってる人影をね感じ取りながらやらせてもらってるかな。なんかね、人がいないんだと思うとなんかやっぱ寂しくなっちゃうから、もう全部ね私の妄想で作り出してますね人をここにきっと人がいるだろう、この人はきっと誰のファンだろうみたいなこの人はきっとなんとかのファンだけど、今はこの人に向かってやろうとか、あここの人、
あたりにきっと私のファンの方が座ってくれてるだろうみたいなのを勝手に決めつけてやってる。コウズマさんハート100個ありがとうございます。ファンの子とかもめかぶ、それは気まずいから考えないようにしてるよ私は。気まずいでしょそんな気まずいよ。しないしない。うまビーバックさんありがとうございます。幻覚、そう幻覚作り出してる。メッセージ擬人化、そうみんなのメッセージもあって嬉しかったよ私は。配信限定購入うちわだけでも来たい。確かに、あじゃないですか。ご意見箱に送ってください何これ、ご意見箱ってあんのかな。なんか公演後でいそつテンション高い感じする。私ほんと公演の日テンション高いよ。今日もすっごい高かった、朝からずっと。ご意見箱設置してください。ないんだでご意見箱設置してくださいっていうのは架空のご意見箱に送ろうご意見箱 あったら面白いよね。でも大変かな、大変か、その受付の方が。なんかハッシュタグ作ればハッシュタグ作ってツイッターで見てくれるんじゃない。ハッシュタグ脳内パラダイス公園とかつければ。どうなんだろうね、私は見るけど。ふさぎつばきさん尊いありがとうございます。公式サイトに送ったら採用してくれるかな。ああるんだ、あるあるって、みんな痛い。私宛に来ても困るよ私何の権力もない、何もできないんだから。無理無理、私何もできないよ。そんなうちは勝手に私が募集したら怒られちゃうよ。ファンレターとしての間に手紙書いたらご意見として届くかな。どうだろうね、わかんないけどどうなんだろう。あんまなかったのかな今まで。もう8年目でも8年間やってきてなかったってことは理由があるんだろうね。じゃあダメなんだきっと。伊藤ごまさん小判ありがとうございます。社長にお手紙書けないかな。かなでもさ、前まで支配人の部屋だっけ、なんか握手会であったじゃないですか。まあ、握手会が復活したらあるかもしれないですね。中にはあなたのご意見叶えますかさん。私ブロックするわみんなのこと。そしたら私は叶えないもん。じゃあ私もそろそろ結構話したよ。30、40分くらい話した。46分だから。じゃあランキングを読もうと思うね。13位福岡のりょんぴさんありがとうございます。12位みねさんありがとうございます。11位コアラさんありがとうございます。10位ケイさんありがとうございます。9位コウズマさんありがとうございます。8位なんだっけ、あまた分からなかった。って私調べる。日本語訳覚えているんだよな。3文字だったことも覚えているね。なんて読むのかな。ちょっと待って、全然出てこないじゃん。これじゃないんだよな。私はちょっと待ってね。こんなダメだ、絶対忘れちゃうね。なんかあったのに分かんなくなっちゃったよね。もうもうリミカのような、ちょ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 ねちょね、もうあ、あったもやこもやこ、あもうこれこれ、はい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 、なんだっけ、もうさ大変。ちょっとすいませんね、こんな、あー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 あ、これこれこれ、ちょ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 な、もう全然私のこと分かってくれないんだけど、なんだっけ、なんか可愛いみたいな意味だったんだよ。ごめんなさいね、相変わらず私全く読めなくてありがとうございます。7位レオ熊本さんありがとうございます。6位うさぎつばきさんありがとうございます。5位伊藤熊さんありがとうございます。4位よしぼうさんありがとうございます。3位郡山さんありがとうございます。
2位ニコキャットさん、ありがとうございます。1位はたまちゃんさんです。ありがとうございました。すごいごめんなさいね。こんばんは、フォローしましたって、ありがとうございます。じゃあまたいつかのノーパラで、そしてショールームでお会いしましょう。ノンパラいつかな、次は、あ、でも次は30日だっけ、31だね、握手会ですよね、確かって言ってたね。だからその前にオレンジある、あれそうだっけ。じゃあオレンジと握手会があるので、それは絶対にチェックだじゃあ皆さんまたそこら辺でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。